ストラップフォントは、フリスクのケースとほぼ同じサイズの超小型 PHS。初代の WX03A が2012年に発売された後、ストラップフォン2として、WX06A が発売されている。キャリアー・ウィルコム・ワイモバイル。ストラップフォンは、世界最小、最軽の PHS として、スマートフォンのストラップにつけて持ち運べる電話というコンセプトのもと開発された。 クリアキーなどは省略されたほか、各ボタンは押しやすいよう工夫されている。連続待ち受け時間について、当初は300時間と案内されていたが、実測試験の結果を受け、200時間へと修正されている。音声通話のほか、ライトメール、赤外線通信などが搭載されている。電話帳は1000件まで登録可能で、1件あたり最大3つの電話番号を設定できる。 ストラップ本には2013年3月21日に12000台限定で発売された。WX03A と比べると縦の長さが 0.2mm 長くなり 1g ほど軽くなっているほか可動式のアンテナを追加して通話時のノイズが軽減されたり E メール機能が追加されている。2015年に一部の Y モバイルショップ等で再発売された。電話やメール 赤外線通信、アラームなどの機能が搭載されている。電話帳は1000件まで登録可能で1件あたり最大3つの電話番号と3つのメールアドレスを設定できる。ABCDEFG、超小柄ながらも高性能なストラップ本にを使う理由。ASCII デジタル。2015年4月10日閲覧。 ウィルコム、ストラップン WX-03A を1月25日に発売。IT メディア、2015年4月10日閲つらん。AB、超絶小型 PHS、ストラップンこそがスマートなンだ。ASCII デジタル。2015年4月10日閲つらん。AB、写真で見る、ストラップン WX-03A。IT メディア、2015年4月10日閲つらん。世界最小。 フリスクサイズの WX-03A ストラップフォン超速攻フォートレビューギガジネ2015年4月10日閲覧ウィルコムストラップフォン WX-03A のスペック変更を案内 IT メディア2015年4月10日閲覧 AB 超小型携帯ストラップフォン2を早速ネチネチ触るアスキーデジタル2015年4月10日閲覧 ウィルコム、ストラップホン、家電話の第2弾。携帯ウォッチ、2015年4月10日閲覧。フリスクと、ほぼ一緒の大きさの極小 PHS、ストラップホン2が帰ってきた。アスキーデジタル、2015年4月10日閲覧。ありがとうございます。